ですまず最初のニュースはかねてから疑惑が取り上げられていたライトの君こと七原薫子さんが今日未明ヘルダー選挙における選挙法違反で書類送検されました西洋女学院学生寮前に前田レポーターが行っております現場の前田さん 女子寮の前からレポートってなかなかでけえよ、それをお前、西洋女学院でえ立ベ弁のせいちゃうわ、かやろ、お前、何やねんとえこの中、お前、女子でワンサかよお前、チャージでもなんぼ取られねえ店やったら <laughs>、伸びすぎ、伸びすぎ、すぎの現場の前田さん。あすみません、はい、こちら、現場の前田です。あ はい、えー、こちらですね、七原かおろこさんが入寮してます、女子寮前ですその前に、何なんですか、その胸のワンポイントは。あっ、誰がワンポイントなんですか、ツーポイントですよ。<laughs> よく見てください、あの、やっぱり女子寮に潜入ということで萌ええ心が抑えれなくてですね。そんなことより、現場の状況を伝えてください。 申し訳ございません。えー、先ほど、えー、七原薫子さんの部屋に、えー、警視庁の家宅捜査が入りですね、段ボール3つを押収したそうです。段ボールの中には何が入っていたのでしょうはい、捜査員の1人にお金を握らせて聞いたところほとんどがあの柏木優んのプライベート写真や幼少時の絵日記などだったということです。 ということは、かおるこさんは噂通り、表情としたみなせはつねさんをそれで買収したということですね。はい。あ、ここで、七原かおるこさんのコメントが入ってきました。私は何もやましいことはしていない。ゆうちゃんの私物はたまたま妹のふみに頼んだら一晩で集めてくれました。とのことです。真相の解明が待たれるところですね。 最後にですね家宅捜査が未明だったということがありまして朝に弱い薫子さんは全くの無抵抗だったということですわかりましたありがとうございましたあ私わかっちゃいました朝に弱いからナイトの君なんですねなんじゃそら関係あらへんかなそれではまた来週 背中合わせにあなたを知りたい。